ね、はい、今石井先生の、研究室のチームなのでプレッシャーが強いと思いますが大丈夫でしょうか。ロボットプレッシャーに負けないでしょうか。どうも、ちゃんと捉えてないですね。なかなか捉えられてないという感じですかね。ということは屋外での環境がなかなかまだうまくいってないという状況でしょうか。おそらくそうでしょうね。なかなかやはり環境が変わるというのはなかなか難しいということですかね。はい、じゃあジュニアの方の、準備どうでしょうか。大丈夫ですか。はい、じゃあ北九州高専のチーム聞こえますか。音声が今ちょっとオフになってますが大丈夫でしょうか。北九州高専応答お願いします。はい、大丈夫でしょうか。準備あ、ストップストップ、終了終了、始まるよ。はい、北林校のチームどうでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、北九州高専大丈夫ですか。大丈夫です。はい、それでは始めます。 3,2,1 スタート。残り8分です。はい、一方の、九州工業大学の方はどうでしょうか。噛んでますね。食べてる感じですね。跳ねてる感じですか。食べてますね。食べてる。食べてます。歯型だけつけて帰ってきたから。歯型だけつけて帰ってきたから。なかなかそれはそれで、なかなか生物を食べるロボットということで、また新しい試みかもしれないですけど。マイナス点を稼ぎに行ってるって感じですか。マイナスですね。1回目もマイナスなんで2回目もマイナスですね。これなかなかやはり難しいようですね。になります。ジュニア部門の方、こちらで審判で確認させてください。はい、ジュニア部門の方、今、すべての競技が終了しました。今からですね、審査の方に入っていきたいと思いますので、少々お待ちください。閉会式の方は、何時からでしたかね。全部見れるやつ。ギャラリーで。九州高専のチーム、今、画面を見てもらえますか。ジュニアの方の北九州高専チーム、トマトの傷があるかどうかを確認します。北九州高専チーム応答してください。あ、1個。はい、とりあえず1個ね。はい、あと2つ。あと2つ。見せ方下手すぎて。マジで見え。丸。はい、丸。オッケー。こっちもこっちも。今、休校隊のチーム、今、頑張ってやってますが、なかなか取れないようです。2個ぐらい取ってますね、こっち。あ、今、2個取ったんですかね。2個、ちょっと正確じゃないですけど、何個か取ってますね。はい。あ、高いところ行きましたね。
さあ今最後のチーム九州工業大学石井研究室のチームが今最後の試技を頑張ってやっております。さあ今ちょっと画像を変えますとこんな感じでですね動いてます。見て分かるように自立で自動で動いているところが分かると思いますが、しっかりと今自動で動いているところが分かります。はい、こちら九工大石井研究室も終了です。はい、お疲れ様でした。そちらの方、3チーム全部終わりましたかね。はい、はい。じゃあ先生、そちらの方のインタビューをお願いできますでしょうか。はい、はい。こちら、今トマトロボット協議会ですけども、こちら今回は無観客でやっております。遠隔で見ていただいている方、もう少し、誰に行けばいいですかね。インタビューしたり、今回の結果閉会式もありますのでご参加いただければと思います。よろしくお願いします。じゃあこちら北九州高専のインタビューしてよろしいでしょうか。はい、少々お待ちください。今カメラを切り替えますので、ね、はい、どうぞ。